はい。えー、基本1人です。いつもありがとうございます、えー。統合失調症でね、入院してる次男のね、えー、病院の駐車場ですね。えー、午前10時ぐらいです、えー。いつもの恒例ですね。毎週1回の差し入れですね。今回の菓子パンはこれです。えー、ミルクシャルロットですね。90円ぐらいで買いましたけどもね。えー、まあ、とにかく 一、えー、回の差し入れでね、おやつ一回分しか差し入れできませんね。例えば一週間に一回来るからね、えー、例えば毎日ということでね、7回分差し入れできるかって言ったら、えー、そういうわけには参りませんということで、えー、とにかくね、一、えー、週間に一回だけおやつを差し入れしてるっていう感じですね。えー、ということで行ってきます。 はい。えー、差し入れしてきました。えー、元気そうでしたね。えー、今までね、そういえばね、あのー、元気ですかとかね、元気かねみたいな話をね、ばっかしててね、えー、三男の話してなかったんですね、次男にね。で、まあ骨折したって話はね、入院したって話はね、伝えてましたけれども、まあガラス越しでね、えー、喋る時間もね、そんなに短かったんでね、今までね。話してなかったなと思って、えー、実はね、三男は、 今、ちょっと車椅子で生活してるよみたいな話をね、えー、やっとしましたね。またちょっとね、あの、ガラス越しですけどね、えー、会えるんでね、一回ね、えー、次男と三男をね、合わせてみるのもいいかなと思いましたね。えー、まあ、要するに、ここまであの、三男連れてきてね、病院のエレベーターで4階まで上がってですね、えー、そこでガラス越しにちょっとね、合わせるっていうのも、 いいいいんじゃないかなかと思いますね母親はそうだな、えー、34ヶ月前にね一回、えー、会ってますけどねまあ三、えー、男とはどれぐらい会ってないんだろうあそうか <laughs> そうだよね、えー、4年ぐらい会ってませんねはい、えー、そうですねまあ会いたいとも言わないからまあ、えー、ほっときましたけどもねまあちょっと。 えー、合わせるのもいいかなと思いましたね、えー、そんな状況ですよはいということで、えー、現場からは以上です朝の9時ですねいつもの公園です、えー、木陰が、えー、充実しててね、えー、今日は、えー、朝雨が降ったんでね、えー、結構涼しくて快適ですね この公園え、結構来てるんでね、すっかりね、えー、ゲームをやってるね、老人の方ともね、えー、顔見知りになりましたね。特別交流はないですけどもね、お互いにね、えー、行った時は、こう、挨拶を交わすっていう感じですかね。えー、先日ね、訪問リハビリが初めてね、えー、来ていただきましたね。えー、とにかくそれで、えー、1週間に1回、 リリハビリをしてていいただいてねそのリハビリを僕がね、あのー、見習って、えー、2日にいっぺんぐらいはね、えー、グループホームに、えー、行って、えー、三男をねちょっととにかくまずは膝がねまっすぐ伸びて立てるようにということを目指しながらね、えー、公園に連れて行ってね、えー、こんな感じで、えー、このあと、ね、リハビリをやりましたね。 隣になってからです、ね、公園に遊びに行くなんていうことは、えー、ないもんですからね、えー、今回みたいにねこうやって車椅子で連れてくる場所がねここしかないということで、えー、公園に、ね、よく来るようになりましたけど、えー、意外とね、えー、公園、えー、気分がね安らぎますね、えー、三男はねグループホームに、えーまあ、閉じこもってるわけですから こちらに来るっていうのはね結構ね喜んでくれてるみたいですはい、えー、基本一人ですいつもありがとうございます、えー、業務スーパーのね駐車場を切ってますね今日はね家でも食料品が足りないしね、えー、三男のおやつ用のねジュースとかお菓子ですねその辺もね、えー、補充しなきゃいけないんでね いっはい、えー、買ってきましたこちらですねはい今日はたくさん買いましたまず78円のね三幸製菓のし、えー、せんべいを2つですね一つはね家用一つはね三男のおやつ用ですねはい 5割引半額のね、えー、スイーティオっていうねちょっといいバナナですねあとこちら、えー、218円でね15枚入ってますね結構お得です、えー、とろけるスライスチーズねあとね、えー、2割引きのね、えー、ブラジル産の、えー、もも肉ですねこれも安いですね、えー、2割引きで128円 あとはね、こちらですね。えー、使い捨ての、えー、コーヒーのね、えー、バッグですね。えー、AGF のやつね、以前買いましたけど、今回、えー、8g×20 枚ということでね、285円ということで、こちらとね、AGF の今飲んでる使い捨てのコー,ーコーヒーバッグとね、また比較してみようと思います。はい、こちら3割引きでね、 8個入りのレーズンバターロールですね3割引きで85円です、えー、っと朝の輝き6枚入りですね75円かなそしてねこちらのね1リットルのジュースですねこちらはね三男のおやつのジュースですね1週間に1回ね2本ぐらいね持ってきますけどね えー、一本78円ですね。あとは、納豆。これが55円かな。タレ付きですね。それと、海苔の佃煮か。これもね、他で買うより安いんですよね。167円です。190g 入っててね、海苔の佃煮。結構ね、何回も買ってます。結構美味しいですね。 ご飯ですよね他のスーパーで買うよりはね安いです。ということで今回ねいくら買ったんだこれだけ買っても1537円ですね。はい。えー、現場からは以上です。はい。えー、基本一人です。えー、いつもありがとうございます。えー、今ね図書館でね借りてる本が3冊あるんでね、えー、その3冊をね、えー、紹介しながら 特にね、最初の一冊目の方がね、印象的だったんでね、そちらの本の話をね、中心にしていきたいと思いますね。えー、まずこの一冊、最初の一冊ですね。ある、えー、奴隷少女に、えー、起こった出来事ということでですね、えー、この本ですね、えー、文学 YouTuber ベルさんのね、動画を見てたらですね、 新潮文庫夏の百冊というね、キャンペーンの中の、えー、本の一冊ということで、ね、紹介されてましてね、その紹介のね、話をね、聞いてたらね、あ、これ絶対面白いだろうなと思ってね、えー、図書館で借りてきましたね、えー。なかなか、これ半分ぐらい読みましたけどね、なかなか内容がね、本当の話でね、しかもね、衝撃的な、えー、辛い話でね、えー、本当にあの、 えー、おすすめですねはいえー、2冊目はねオンダリクさんの「木漏れンに泳ぐ魚」ということで、えー、オンダリクさんのね本はね5冊ぐらい読んでますね特におすすめはねあとこの作家さんはね嫌いな感じのね僕があまり好きじゃないタイプの本もあるんでねこちらはどうかなっていう感じがあったんですけどね 40ページぐらい読みましたけどね。えー、まあまあ、えー、読めそうですね。面白そうです。で、最後はね、えー、大好きな伊坂幸太郎さんの、えー、去年出た本ですね。シーソーモンスターっていうね、えー。伊坂さんはね、僕はあの、長編はね、30冊ぐらい読んでるんじゃないかなと思いますね。えー、村上春樹さんについで好きなぐらいな、えー、作家さんですね。えー、ということで、 この3冊の中からね、特にこちらですね。こちらです、えー。こちらの本がね、本当にね、半分しか読んでないですけどね、多分ね、今年1年でね、えー、印象的な本をね、10冊あげる、あげたらね、多分必ず入ってきちゃうんじゃないかなっていうぐらいね、半分読んだ時点でね、えー、かなりね、えー、衝撃的な本でしたね。 で先がね、えー、楽しみでね読みたいんだけどもね、えー、あらまりにも話がね辛くてね気持ち気分がね落ち込むんですね、えー、だからね本当にね、えー、50ページぐらいしか一日読めないですね、えー、だからねこれ150ページぐらい半分ぐらい読みましたけども、えー、3日ぐらいかかってますねで舞台はね、えー、200年ぐらい前のアメリカですね で、まあもう200年ぐらい前のアメリカって言ったらね、もうとにかく男性社会でね、保守的でね、えー、女性、ただ女性であるっていうだけでもね、え、いろいろね、困難があると思うんですけどね。それにね、奴隷少女で、えー、黒人の奴隷少女ということでね、えー、全くね、本当に自由がないような生活ですね。本当にあの、主人の所有物でしかないというね、えー、その、 本当に惨めな生活なんですけどねこの主人公は多少賢い女の子なんでねなんとかねそれをね主人に抵抗してねいろいろ頑張るんですけどねことごとくね主人にね邪魔されるというねそういう展開ですね今んとこ前半はね。それでまあこの本ね200年ぐらい前の時差あった話ですけれども。 えー、細々とね、出版されたのはね、150年ぐらい前かな。で、ほとんど日の目を見なかったんだけどね、今からね、40年ぐらい前にね、えー、アメリカでベストセラーになったらしいですね。で、ベストセラーになった時もね、最初の頃はね、えー、作り話とばっかしね、思ってたんですけどね、ある方が調べたらね、全部本当の話だったっていうことで、えー、ますますね、えー、まあ、人気が出たというかね、 えー、そういう感じの本ですかね。で、日本ではね、10年ぐらい前に出版されたのかな。でも、新潮文庫のね、キャンペーンの100冊に入るっていうことはね、まあ、要するにこれはね、本当に末永く読まれるね、えー、古典のね、えー、奴隷小説というかね、奴隷小説なんていうね、えー、ジャンルがあるかどうか分かりませんけどね、まあ、本当に有名な、えー、これからもね、読まれ続けるような、 ええー、ということでえー、まあこちらの本ね、えー、おすすめなんでね、えー、紹介してみましたこちらの本もね、えー、また、えー、特にね伊佐賀孝太郎さんなんか大好きな本なんでね一回まとめて伊佐賀孝太郎さんの幸太郎さんのね話もしてみたいと思いますけどもね今回はねちょっと長くなってしまうんで、えー、この辺でということで。 えー、ということで、えー、最後まで見ていただいた方、えー、ありがとうございました。えー基本